あの古材と申します千葉大学の園芸学部に長らく勤めてた人間で園芸系の人間ですあの55年前はあの農業高校に進学することを目指してでその後は農家になることを目指していた人間ですので今日も。 あの川越総合高校の皆さん方にあえて意見を聞けて大変うれしく思っておりますで、えー、今日は川越総合高校と庄比学園大学のまあ高大連携授業で、まあ、テーマが「武蔵野里山西八シアとで「武蔵野里山を未来へ農業資源は宝の山だと」と、まあ、大変いいテーマがあ で、あの先生方のごい、あのお話、また現今のパネルディスカッション聞かせて、いただきました。あの、増田先生は農業と芸術というものの、まあ、コラボと。の大切さということを以前から、あのお話しされてまして、まあ、それに大変、あの共鳴してた。人間です。 えー、今日あの最初の3人の先生はその里山というものの価値を文化とか、まあ、生活の豊かさとかあ自然との関わりだとか、まあ、そういう点であの非常にあの感銘深いお話をして、えー、いただいたというふうに 思いますでまあそれはあの、まあ、言ってみれば人間がまあ工業社会の中でまあ失いつつあったまあ全体性の回復うとおいうことあるいはああ身体性と、まあ、先ほど生き物の関わりでなんか体自身がこう。 反応するよううな身体性の回復ということいこであったかと思いますただ全体性の回復とかあ身体性の回復っていうのは芸術でも当然あの本質的なものであってそういう芸術の中で本質的なものが農業の中にすでに根源的にあるとで、まあ、農業っていうのはまあ英語で言えばカルチャーあるいはカルチベーション。 それは文化とまあ別の言葉は日本語で言うと文化ということで文化の中には芸術と学術が入ってんだとだからまあ農業と芸術あるいは農業と文化というのは本質的につながってなければいけないんだという、まあ、そういうことがこの今日の集会の根源的なところにあるんではないかと。 いうふうに思いました。で、一方で、あの田辺先生はそのエネルギーの話をされたわけです。で、そのまあエネルギーもその一部なんですけども、農業っていうのは。もともとはその環境保全のためだけとか、消資源のためだけにやってるわけではないわけで。あの食料生産というのが、まあ。 一番の目的でまあそれの中でその文化が育まれ一方ではエネルギーも出てくるし、まあ、いろんな循環があると水の循環もあるし、まあ、空気の循環もあると、まあ、そういうことではないかと思います。でだから本来は今回は次のテーマとしてはですね里山の文化的価値というのと。 といわば対になるようなじゃあ里山は本来は農業と結びつ農業と里山が対になって発展してきたものですからじゃあ農業とはどういう関係あるんだと農業その農業生産食料生産とはどういう関係にあるんだということもやっぱり考えていかなきゃいけないし特に今日はこの武蔵野里山ということにはこれ大変意味があるわけで、えー、いわば都市の中 あるいは都市の、まあ、近郊中心じゃないけど都市の中での農業というのはどうあるべきなんだとこれは非常に深いテーマあーじゃないかと思います。というのは東京にはこんだけの人口がいてじゃあ東京都の食料生産は東京都の人口の何パーセントを支えてるんだと考えたらこれは本当のもうわずか。 でこれでいいんだろうかとで食料生産しないのに里山だけがきちんと残ってるとおいうのもおかしいじゃないかとおいう観点も必要になってくるのかなというふうに思いますでそういう中で,ですからまあ、ゴミ生ゴミがいっぱい出るわけですもう生ゴミが出るってことは 私たちが食料を大切にしてないということのまあ端的な表れなわけです。だけどそれはほとんどの人が食料生産をまあ目で見てない体で体験してないからそれに対するその罪の意識が全然出てこないこの辺を変えていかなきゃいけないなというふうに思います。一方で、ここれれも松田先生がそのやられてることに、 初音ミクに代表されるのは、まあ、電子音楽うと。あるいはアニメーション。うん、あるいは三、三次元グラフィックスというような、超、まあ、先端技術。ございます。の、せん、今、芸術では、先端技術と。総合芸術というのが、コラボが始まっている。じゃあ、農業は。先端技術。 あるいはその総合科学というのとどういうふうに関係してんだろうかとそれを単にその効率とかお金で儲かるとかいうことじゃなくて先ほど申し上げました全体性の回復身体性の回復という観点から見て、えー、どうなのかと今のままのこの 武蔵野の農業でいいんだろうかということが私たちでまあ問い直されなきゃまあいけないなというふうに思います。で、まあ、私はまあこの辺は、まあ、あのもう時間がないのであのまとめなきゃいけない、うん、ところなんで一つだけ申し上げますと私が今心を一番痛めてるのは電車の中で戦争ゲームに熱中してる若者です。 ここにいらっしゃる人はこれもう僕から見ると安心なんですあのこういうテーマで聞きに来て一生懸命熱心に聞いてくださってる若者これはもう将来託するだけで私たちは今ゲーム以外に興味のないバーチャルの世界しか興味ない若い人たちをどうやってこの農業あるいは生き物の世界にこう引き込んでこれがその教育の問題なわけで。 それはあの農業の大切さとか里山の大切さをここで一生懸命論じてもですねあのどうにもならないその辺を、まあ、次のテーマになんかなるかなと思います。で、まあ、これ、まあ、あの時間がないんで申し訳ありませんけども現在、まあ、私は今70歳超えたんですけども65歳以上の人間が日本で25%いると。 ということですけども農業人口だけに限ると65歳以上の人間は40%です。と10年後考えると今65歳以上の人で本当に農業できてる人はほとんどいないというふうに言っているわけです。で農業新規の農業集業者は非常にそれに比べたら少ないですからまあ10年後は農業人口は日本は40%は減ると。 思ったらあいいで一方で都市に住んでいる人間は今大体日本だとおー75ですで農村の人口がほぼ半減し都市の人口がどんどん増えてくるという中で私たちはあ何をすればいいんだとでこれは日本だけの現象じゃありません実は中国はもっと大変で韓国はもっとひどい状況です。 で、まあ、そういうことも考えながら、まあ、ぜひこの「だけども生活は文化的じゃなきゃいけない」芸術的じゃなきゃいけない」農業も農業をやってる時は最も芸術的じゃなきゃいけない」と「だから事実はそうだったんですね。歌いも踊りも全部農業の中から出てきた」だからそれがカルチャーになるわけですからなんかその辺はですね、まあ、今日私はここで先生方の話聞いててああ 結構いいことやってんじゃないのとこで、<laughs> ぜひこの運動をですね。あの、さらに、あの、先生方、あの、皆さん方、若い方々につなげていっていただけたらなというふうに思いました。あの、まあ、求めにはなれなかったですけども、感想を述べさせていただきました。どうもありがとうございます。はい。どうもありがとうございました。